シャッターストック女性ファッション誌、エルジャポンの表紙を飾り、モデルデビューした幸喜。父親が木村拓哉、母親が工藤静香という大物2世タレントであることから大きな話題となった。15歳で身長 170cm だという幸喜は、顔が父親似でスレンダーなスタイルは母親に。一英仏の3カ国語が話せて、現在、スペイン語も勉強中と言います。音楽の才能もあり、母親や中島美嘉に曲を提供。インスタグラムのフォロワー数は7日で約60万を超え、衝撃的なデビューをしています。芸能ライター、幸喜は母親と同じ芸能事務所に所属しており、今回のセンセーショナルなデビューは工藤が主導したと推測されている。だが、このデビューの勢いが今後も続くかといえば、それは未知な部分が多い。前出の芸能ライターは、鳴り物入りでデビューした2世タレントは成功しない例も多いんです、と話す。消えていった、大物2世、幸、今回の幸喜とよく似ているのが、昨年のデビュー時にかなりの話題となったエレナ・アレジ、後藤です。フランス人の元 F1 ドライバーだったジャン・アレジと、事実婚した女優の後藤久美子の長女です。ファッション誌、リシェスで親子共演し、日本で芸能活動をすると言っていましたが、その後はさっぱり姿を見なくなってしまいました。また、2013年に当時14歳で CD デビューした河合直子の娘の夏穂も、第2の宇多田ヒカルとして鳴り物入りでデビューしましたが、すでに消えています。松田聖子の娘の神田沙也加は2001年に10億円をかけてアイドル歌手としてデビューしたものの振るわず、ミュージカル女優として努力を重ね、2014年の映画、アナと雪の女王、でようやく居間の地位を得ました。同、ライター、女優のアンズ、歌手の宇多田ヒカルなど、デビュー当初は親の存在を隠して人気になったという対照的なケースもあるだけに、幸喜の今後が注目される。画像、C、イーゴー・ステバノービック、シャッターストック、合わせて読みたい、だ。レントで67歳の清水邦明が、25歳年下の一般女性と4度目の結婚をしていたことが先日、明らかになった。新婦は現在妊娠中で11月に出産予定だという。清水さんには孫が4人いて、孫より子供の方が年下ということになります。清水さんの父親は95歳でご健在だそうで、以前、清水さんがお父さんに、いつまで、現役、だった、と聞いた、続きを見る女性ファッション誌、エルジャポン、の表紙を飾り、モデルデビューした幸喜。父親が木村拓哉、母親が工藤静香という大物2世タレントであることから大きな話題となった。15歳で身長 170cm だという幸喜は、顔が父親似でスレンダーなスタイルは母親に。一英仏の3カ国語が話せて、現在、スペイン語も勉強中と、続きを見る第71回カンヌ国際映画祭で最優秀。ショーパルムドールに輝いた映画、万引き家族に出演した子役、白日の木司、紹介入りに注目が集まっている。
ビリー・フランキーの演じる父親と安藤サクラが演じる母親の息子を城が務めた。万引き家族を手掛けた是枝裕和監督の作品では、2、鈴木を見るアイドルグループ、ミューズ、の小山慶一郎と加藤茂明が起こした未成年女性への飲酒強要という行為は、両者が2、キャスターやコメンテーターという仕事を任されていたこともあり、元、TOKIO、の山口達也が起こした猥褻事件よりも衝撃的だと、テレビ局関係者の多くは感じているようだ。矢口の事件がありましたし、今回は初、鈴木を見るお笑いコンビ、キングコング、の西野亮廣が6月4日に、秘宝、金婚西野、3億円の借金を報、得る、というタイトルでブログを更新し、煙突町のプペル美術館、を地元、川西に作ることになったのだ、などと綴って炎上騒ぎを引き起こした。この件以外にも西野はとんでもない行為をしていることが発覚した。それは昨年6月、西野が、鈴木を見る、